下田海中水族館では真っ赤な衣装を身につけた飼育員が大水槽で魚に餌を与えるサンタクロースの餌付けショーが行われています。大水槽に現れたのは真っ赤な衣装に立派な口ひげを蓄えたサンタクロースです。下田海中水族館では季節のイベントごとにさまざまな衣装での餌付けショーが行われていて、今はクリスマスに合わせてサンタクロースが魚たちに餌を与えています。大水槽の人気者ホシエイはサンタから餌のプレゼントをもらうとまるで笑顔で喜んでいるようです。他の魚たちもプレゼントを待ち焦がれた子供のようにサンタの後を追いかけていきました。サンタクロースの餌付けショーは来月25日のクリスマスまで行われています。